リキタロットリキですこの世に起こりうる自称事案をスピリチュアルの観点から考察していきたいと思いますよろしくお願い申し上げます先々先,々先日ぐらいに川辺さんを占いましたその時にコメントを一ついただいたんですけれどもカ川ベさんと同世代の卓球選手木原美優さんを占ってほしいというリクエストをいただきましたリクエストありがとうございます まあ卓球と言いますとどうでしょうね1990年代だったと思うんですが福原愛さんこの方が出てくる前まではものすごいネクラなスポーツだったんですね私で言うと小学生の頃ないしまあ中学生の頃もそうだったかな、まあ、卓球部やってますなんて言うと私はネクラですって言ってるようなもんでなかなか言えなかったそれぐらいのマイナーなスポーツでしたよえっ お前卓球なんかやってんのみたいななかなか人に言うことをはばかるぐらいのそれぐらいの位置づけだったんですねそれがその福原愛さんっていう、まあ、国民的、まあ、国民的スターっていうのかなすごくちっちゃくて泣き虫だったんですよねその泣き虫な女の子が卓球がすごくうまいっていう感じで、まあ、大人たちが <laughs> それをこうやってやといい、まあ、けど、まあ、ともかく福原愛さんのパワーすごいんですよなんだかんだ言って。 グーッとこう卓球の地位をぐっと上げたでさらに同時期だったと思うんだけれども久保塚陽介ささんんがが主演されたた映映画画ピンポンポいう映画があったんですねでちょうどこの映画がやっぱ世紀末ぐらいのカウンターカルチャーサブカルチャーブームに乗っかって卓球がすごくおしゃれなもの 今まではこう日の当たらないスポーツだったけれどすごくおしゃれなもんなんだよっていう新たな価値を付け加えてそっからずっと今に至ってるんじゃないですか未だに卓球っていうとなんかちょっとオツだねちょっとおしゃれだねっていうこうタッチを持ってると思うんですねで今現時点こう2022年の将来を非常に期待されております木原美優さんを占ってみたいと思いますこの方まだ18歳ですね 川辺さんもおそらくもう今18歳になってるんじゃないですか？私この間だ占った時まだ17歳だったと思うんです。まあ、卓球まあほとんど知らないんですけれども、この木原美優さん見まして、もうまずこの方強い粛清だなっていうのを感じました。ただ、ちょっと変則的な方かなっていうのも感じました。で、実際まあホロスコープ見てみたんですけれども、も、えー、この木原美優さん、火曜日生まれの湿疹の方です。 質縮は猛悪縮に分類されております。やはり強い熟成の方なんですね。でさらに本命級がシシ級です。この女性のシシ級っていうのはあまりまあ、昨今ではまあねジェンダー平等なんであんまり関係ないかもしれないけどちょっと女性がここに入るとちょっと強くなりすぎるということで根期を逃すというそういう暗示も持ってます、ね。非常に強い本命級シシ級。 そしてですね。干支がお猿さん。あと獣少尉がま質、あ、々は直線型のイノシシなんですけれども、火曜日生まれは気の良いイノシシとなってますね。ニコ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 と愛想。よく周りにこう。笑顔を振る。舞う。しかし、やはり内心野心を秘めていると、そういった獣少尉持ってらっしゃる。 原さんの名医を少し深めに見ますとまあ名医、まあ、一つのこうセクターがよ4つにこう4分割されてるんですもんね細かくそのうちの3が3がここでもやはり結婚に非常に執着する男と女のこうあり方みたいな。 非常に執着する理想があるという暗示が出てますね。これ良くも悪くもです。あ、ちなみにですね。その火曜日の出宿は結婚運はいいとされてますね。ただ、矛盾して四死球本命球の四死球は女性の知識はあんまり結婚が良くないって,言われて。これは相反するんですけどただ、このメイリーの見ます。見ますと質問不妻で不妻が当たってまして、やはりこの結婚っていうキーワードが非常に。 こうグッて引っっかかってるんですねで4つあるうちの残りの1つがなんと波紋病薬衣に当たってますだ木原美優さんが持ってるなんとなくこう幽玄なこう差し込んでる影みたいなそれがまあこの美優さんの魅力そのものになってるんだけどなんとなくちょっと幸薄い感薄明感みたいなこの刃文病薬役なんです。 ただ非常に強い方なんで多分負けないとは思うんですけど逆にだからこのちょっと弱々しい何とも光、まあ、つまり影がこのミゆさんの魅力になってると思いますね私これ見てうーんなるほどなと思いました最初に感じたこうインスピレーションファーストインプレッション、うん、これだなっていう気がします、ね、そして年回りが満門電卓 年末から非常に良くなってきますマイペースに進んでいかれるんじゃない質しくは非常にはったりが効いて良くも悪くも目立つ宿なんですね。で慢心すると失敗する暗示も持ってるんですがまあみゆさんは淡々とことを進めていかれるのではないでしょうか。もう今の時代はもう情報がありすぎるとにかく。 ももう何ででかんでも気になったもの全て調べられ聞結とスマホ認知症なんて言われててねあまりに情報を入れすぎちゃうからこう認知症っぽくなっちゃうみたいな若い人のスマホ認知,認知症がこう始まってるみたいなこれ確かにあるなと思うんだよね。もうとにかく情報がありすぎる。で何が言いたいかっていうと人生どうなるかっていうと根なしぐさになっちゃうんですよ。 一つのことをずっとやり続けることが集中してやり続けることがすごく難しい時代だと思うんですよね。そんな中でこのミュウさんずっと卓球やってらっしゃるでしょ。まあ、なんかお父様も卓球やってらっしゃってご兄弟も卓球やっててまあそういう環境にいたっていうのもあるでしょう、ね。それでもこういう環境にいたからと思って多分嫌になってやめちゃう場合もあるわけで、ずっと続けてらっしゃるっていうのがすごくミュウさんの魅力になっていると思うんですよ。 もうとにかく今もう情報が多くてさ本当にもう気になったこともうい,っいっそさもういつでもググれるんだからもうググる必要もないんだよね実際のとこ。ググって自分の脳にメモリーしておく必要がないわけだから Google 先生がメモリーしててくれるからねこんなまあ矛盾にも陥っちゃう、ね、そこら辺にこのスマホ認知症の。 ね、こう罠みたいなのがあると思うんだ,けどだからやっぱ何て言うかなこうすごくこれからこう台頭してくる若い世代の人がしっかり根を張っているっていうことが本日この4枚のカードでみゆさんまだ大人の女性になりきれてないトランスフォームの家庭にいるみゆさんをこの4枚のカードで表してみました。 ただやっぱうん大人の女性を上にしとこう失礼になっちゃうなレディーということ,でと。え明日え卓球界の期待の新星木原美優さんの描くエネルギー芝見てみたいと思います。メ、う、イ、ん 満身、うん、しない淡々とやはり実行されていく今でももう相当注目されてて一つの地位は確立しようとしていますがしっかりバランス感覚保ちながらやるべきことをしっかり実行していく行使していくと。5 ドンこれはどうでしょうかね今の自分がやってらっしゃる練習に満足していない改善の必要性みたいなのをすごく感じている今のままではいけないタイドン 今現在課題にぶち当たっているただ年齢的なことを考えると一過性のものでありうんそれほど問題ではないような気がしますねやっぱり一つ課題に何かぶつかってらっしゃるなんか,かチームメートとの何か圧力みたいなのもどうだろうね何かあるか まあ非常にただ,ただこの天井のカードが安定してますので逆名護対シャドウで入れますドンまあ続いてきましたね今の現状のまあ一旦の到達感みたいなんだけれども結構満身なのかな <laughs> 一旦なんかこうやり遂げたぞみたいなただまだ うん、ローンしてないよね非常に高まってらっしゃるのかなすごくねニコ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 して非常になんかねナチュラルで可愛い方なんだけれども内心はかなりグッてきてるのかもしれないそしてゴこれは非常に良いですねこの一末の影みたいな薄面さとかこう陰湿な部分をほとんど感じさせないような 天真爛漫なエネルギーを持って明るさ情熱を持って挑んでいきますそしてタイうんやはりまだ若いっていうこともあって将来に向けてまあほぼ無限にね広がっていく不確定に広がってしまうビジョンみたいなもの しかしおおよそリアリティを帯びつつありかといってまだ、うん、手に取って分かるレベルまで落とし込めてないといったとこかな。だからやっぱり淡々とマイペースに進めることだろうねこのことを決して今の状況に慢心せず。 コツ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 やっぱり寝なし草じゃなくて寝張り草でこう積み立てていくことでよく回っていくんじゃないかなさあ最後一枚いきましょう,ドンおうやはりそうですね満身することなくやっぱりしっかり自分の地に足つけて自分のやるべきことをこう実行していくことで周りに影響恩恵を与えられるポジションに まで上り詰められる方ですね。うん、私まあ卓球のこと知らないですけど、昨日見させていただいて、まあ普通にやっぱり魅力的な方ですよね。やっぱりね、こう人をこう引きつける、うん、こうカリスマ性みたいなものを持ってらっしゃるか方。だからやっぱり名利がちょっと変則的で人に読まれづら,づづらい、こう一見してね、そこら辺はやっぱりすごく聞いてますね。その テイストがまあ、まだまだ本当にこれからね子供からそして大人の女性とこと変わっていく時期なんで今後どのようなこう女性になってどうやって成長していくか非常にこう興味深いですよね。でまた今日本がねもうこの日本が元気ない元気ないって言い続けてるけどだけど事実でしょほ <laughs> 本当に日本がなんか元気がない時代だからこうやって。 若い世代でさ頑張ってらっしゃるこれからこう出てくるっていうようなさ期待感を持たせてくれる人っていうのは非常に貴重だと思いますよ。こう世界出てて世界戦えるっていうね。うんまあ木原美優さん見ててやっぱりほとんど未来しか感じないですもんね。まあ、未来は無限にあるとは今のこの先進国のね社会で言えないけどただまあ不確定にまだ広がってますじゃない決まってないというかさ。 そういういなんか力こうフューチャーフューチャーすごく感じますねなんかねこんなん出ましたいかがでしょうかよしこさなうぶれ若虫滝口に吹き込む夢は 陰影と凝固しそしてまた若虫が食す いいね、コメント、チャンネル登録ありがとうございます。大変励みになっております。今回もご視聴ありがとうございました。ルッキータロットリッキーでした。それではまた。バイバイ。 thank you